諜報部よりホワイトベースが敵に追跡されていると報告がありました。あと少しで彼らはジャブローに到着します。至急迎撃態勢を整えてください。開発部より報告します。クルスト博士の開発したエグザムが一種のコンピューター OS であることが判明しました。つまり我が軍のモビルスーツに搭載することができれば、従来のモビルスーツの性能を大幅に向上させることができるのです。研究費の投入をご検討ください。報告します。第 08MS 小隊が敵モビルアーマーの撃破に成功し、ジャブロー強襲の危険は去りました。アイナ様の思い人と出会う、ふん、面白い人生であった。だが負けん。勝ったぞ。しまった。しかし戦いの後、シロー・アマダが敵パイロットと共に失踪してしまいました。現在も消息をつかめません。一体彼はどこに行ってしまったんでしょうか。開発部より新兵器の開発。お任せください。最強のモビルスーツを開発してみせます。
出てこな簡単によっ戦うだ Thank you.
いけない。出てこない。開発部より報告します。クルスト博士のエグザムを我が軍のコンピューターとリンクさせることに成功しました。直ちにエグザムを搭載したモビルスーツの開発を開始します。報告します。軍需産業から技術協力が打診されました。世論の良化が要因だと思われます。報告します。支持率向上に伴い支配地域からの収入及び生産が大きく向上して、報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が、開発部より新兵器の、Thank you.
動きは止まってる。自分ひ…いけない。出てく。レビル将軍、ホワイトベースのジャブロー到着とほぼ同時にジャブロー内部に敵影が確認されました。ホワイトベースつけられましたな。ジオンはホワイトベースを高く評価しているようだ。ところで将軍、我々はホワイトベースの実力を高く評価しているのだよ。将軍さえ良ければ第13独立戦隊の任務を彼ら一隻に任せようと思うのだが。
これからホワイトベースには宇宙に行ってもらう。星一号作戦の存在を隠すための陽動作戦を行ってもらうためだ。彼らには我々から任務を伝えておこう。ジャブローから出て行け。撃ちたい。無理です。冗談ではない。撃ちたい。将軍、ホワイトベースを守るためウッディが戦死したと報告がありました。そうか、ウッディはマチルダの婚約者だったと聞いている。彼らの思いはホワイトベースに届いたのだろうか。二人のためにもホワイトベースを犬死にさせるわけにはいかん。戦力を増強しなくてはならんな。はい、ホワイトベースにスレッガーローを配属します。癖はありますが、信頼できるパイロットです。至急配属の手続きを行います。報告します。ニュータイプ研究所がニュータイプ用モビルスーツの開発に着手しました。現在、データ収集のため専属テストパイロットによる実験を繰り返しています。実戦への投入はまだ先ですが、完成をお待ちください。了解しました。ソーラーシステムの発射準備を開始します。了解。
覚悟して。うむ、いい加減。よし、戦闘開発部Thank you.
Thank you.
けない。第13独立戦隊より報告します。大気圏離脱後、無災級巡洋艦と交戦し撃破に成功しました。補給と修理のため我々はサイド6に立ち寄ります。砲列撃隊接近。なんだ、将軍、前線のパイロット不足が深刻な問題となっています。ニュータイプ研究所のテストパイロットクリスチーナ・マッケンジーを転属させ通常任務を行わせてもよろしいでしょうか。確かに新兵器の開発は重要です。提案は取り下げます。開発部より報告します。RX-79 を徹底回収し、
エグザムを搭載した機体ブルーディスティニーの開発に成功しました。しかしエグザムというシステムは未知数の部分が多く、実戦データの収集は必要不可欠です。優秀なパイロットの派遣をお願いします。実戦データ収集のパイロットにはユー・カジマ、フィリップ・ヒューズ、サマナ・フィリスが適任です。派遣を認めますか？ありがとうございます。必ずブルーを最強のモビルスーツに仕上げます。報告します。ソーラシステムの設置が完了し、開発部よ。Thank you.
この戦い、やるしか。とっておく。
ー